トラフズクのペリット、鳥類の消化器系ペリットの写真トラフズクのペリット、分解したペリット、およびその中から見つかったネズミ類の骨吐いたばかりで、まだ湿っているヒドリガモのペリット、ハシボソガラスのペリット。好みの皮と種であるとわかる。約4センチメートル。ペリットは、鳥類学における用語で、鳥が食べたもののうち、消化されずに口から吐き出されたものを指す。 鳥の種によって食習慣が異なるため、ペリットの内容は様々であるが、多くの場合、昆虫の外骨格、繊維質など、植物の消化できない部分、骨、羽毛、羽根、くちばし、爪、歯などである。欧米の高狩りにおいては、キャストと呼ばれる。ペリットとして吐き出されるのは、鳥類の繊維や繊維で消化できなかったものである。またペリットを吐き出すことには、 食道などの消化管を清掃する役割もある。ペリットは砂脳において、歳時から6から10時間程度で作られる。ペリットは、鳥類の食習慣、特に時期による、その変化を知るために、重要な資料となる。また、対象となる鳥を捕獲、解剖をすることなく研究できるのも、大きな利点である。ペリットの見つかる場所は種によって、大きく異なるが、一般的には、 映像地点の近くで多く見られる。ワシタカ樽やフクロウは、松などの旧化植物の多い場所、綿ウなら農場の納屋や崖などである。フクロウは種類によっては、地面の巣穴や草むらで見られる。ワシタカ樽やフクロウのペリットは灰色、または茶色で、形状は、球状から楕円、くさび形などである。大型の種では3から5センチメートルほどの大きさになるものもあるが、 スズメくらいの小鳥では1から2センチメートル程度である。他にもカイツブリ、サギ、ウ、カモメ、アジサシ、カワセミ、カラス、カケス、カワガラス、モーズ、ツバメ、シギなどのペリットが見られる。時にはペリット中に観測用の標識が見つかることもある。これは小動物や小さな鳥につけられたものが大型の鳥に捕食され、 ペリットとして吐き出されたものと考えることができる。アメリカでは、このハズクのペリットから、エボシ柄、アメリカコ柄、黄金ヒワなどにつけた標識が見つかったことがある。1966年には、オレゴン州で見つかった犬足のペリットから、その4ヶ月前に1 6 0 0トル離れた、南カリフォルニアでアメリカ一人につけた標識が、見つかったことがある。 フクロウのペリットに含まれるネズミなどの小動物の毛や骨などは、そのネズミ類由来のウイルスや細菌の媒体となることがある。したがって、特に学校教育において、学習や研究などのために採取する場合は、電子レンジなどで殺菌した方が良い。2005年にはアメリカでペリットが感染源と思われるサルモネラ菌の流行が観測されている。ネズミ類は、 フクロウのペリットを嫌って避ける性質があるが、これは捕食を避けるためとは別に病原菌の感染を防ぐためでもあると考えられている。哺乳類のオコウモリなど果実植生のコウモリにもペリットまたはスパットと呼ばれるフィールドサインがある。これは蝶類のペリットのような消化器から吐き戻した未消化物とは異なり、口の中で果物を押しつぶして、 液体を絞り出した残りの硬い繊維質を飲み込まずに吐き捨てたものである。ありがとうございます。